ヨーマン、ビリムライダーチャンネル。今日は日曜日、学校がお休みということで弁当屋さん行きたいと思います。歩いて行ける距離なんで行ってみましょう。 Yes sir! Yes what? Good Sunday! Good Sunday! いいですね。そう、普段は月曜日から木曜日まで学校行ってて、金土日が休みです。で、今日日曜日ね、朝から掃除してシャワーして、ほんで飯食いに行きます。いやまあ、天気もカラッとしてて最高っすね。いやまあ、うん、来ました。ここがいつも僕らが買ってるお弁当屋さん。やった。中でも食べれるし、テイクアウトもできます。イエー。紹介していきましょう。Excuse me、これがランチメニュー。これなんや。 Don't do order。 うーん、わからん。パスタ。今日はね、このボート、ヤギさん、ヤギさん、ポーク、豚さんとフライチキンの3種類です。がランチであるってやつですね。 Yes。 ごめん。そして今日はビール。これにしようかな。これレッドストライク、これ液体でございます。イエスだよ。KC はもうブーンドリンクと、ああ間違いないね、黒ビール、ドラゴン。オーダーして待っています。外で飲み食いできます。ケイシー、プープ。うまそう。うまそう。フライチキン、アンレッドライフ。食ってみましょう。これで9ドル。で、このフライチキン、やばい。いただきます。うん。これも間違いない。で、おなじみのライス&ピース。おなじみライス&ピース。あの、再度フライポテト頼んだんですけど、ライス&ピースできました。これ3回目ぐらいです。ジャマイカあるある。うん、頼んだもんと全然ちゃうの来るときとかあるっすもんね。うん、ペイントもおしゃれっすね、ここで。すぐあの海が見えてめちゃくちゃ気持ちいいっすね。で、音楽も爆音でかかってて、ライス&ピース。結構甘い米やから、甘い味付けやから、好き嫌いあると思います。これは、これは普通。今気づいたことあるんですけど、言っていいですか。うん、明日学校休めちゃいます。なんで。24日多分カーフューで1日中出たらあかん。うん、買ったはず。もしかしたら明日学校休みかもしれない。また学校紹介もするんですけど、ティーチャー結構厳しい人でね。ティーチャー厳しい。俺たちは戦ってます。はい、ごちそうさまでした。うん、スピーカーもあって、いい感じ。夜はバーカウンターもあります。
Bless me.